雨のスタジアムでは悪天候に負けじと声援にも熱が入ってきました。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの開幕戦、サガン鳥栖が名古屋グランパスを迎え撃ちます。この新シーズンの幕開けの雰囲気は何度味わってもいいものですね。サポーターも久しぶりのリーグ戦に興奮を抑えられない様子です。ここで勝ち点3を獲得し、シーズンの好スタートを切るのはどちらのチームになるのでしょうか。このチームはとにかくピッチ全体で相手にプレスをかけて、敵に落ち着いてパスを出させないプレーが好みですね。今日のラインナップからしていつも通りの戦法を期待できますか。そうですね、プレッシャーをかけられたチームは攻守のバランスが崩れ、ミスが目立つようになりますからね。今日も強い圧力をかけてくるでしょう。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。攻撃的な 4-4-2 を採用しました。トップ下を置いて攻撃を指揮させたいようですね。試合開始です。このパスは読んでいました。ボールを奪われました。高橋秀人、このパスはカットされました。ボールを運んでいます。素晴らしいスルーパス、シャビエル、いいところに出た。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。ボールはゴール前へ、攻撃の流れを切ります。前田直樹、小林雄三、クロスを中央に入れた。ゴールキックになりました。これはもったいない。ジョアン・シミッチ、ジョー、前に押し出します。クロスを狙ってくるか。素晴らしい読みでインターセプトしました。ここはカウンターアタックを狙うか。カウンターが狙えそうでしたが、相手の守備への切り替えが早かったですね。ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。ナビエル、しっかり見えています。ここでこの試合最初のゴールが入りました。
勢いづいてきましたね。この先制点を大事にしていきたいでしょう。ちょっとスペースを与えすぎでしょう。ディフェンス側はタックルしてでも止めるべきでしたね。こちらのカメラからの映像です。勝ち越しゴールが決まって監督も一安心ですね。早速選手に指示を出しています。金崎ムー、高橋秀人、米本拓司、裏も見えていたのか。笛が鳴りました。オフサイドでした。米本拓司、金崎ムー、崎ムー、クエンカ、イサック・クエンカ、いい位置でしたがポゼッションが変わります。見事なインターセプト。ここから狙うのか。このボールはゴールキーパーが止めました。とにかくチャンスを増やしていかないと追いつくのは難しいでしょうね。アタッキングサードでもっと相手を揺さぶるような攻撃を見せてほしいです。金崎、クエンカ、フラッグが上がっています。オフサイドです。これはまずいパスでした。相手に渡ります。前半も残り時間を意識し始める時間帯に入ってきました。福西さん、チームは相手を追う展開が続いていますね。ランゲラックのセーブ、まだインプレーです。前田直樹、うまく読んでいましたね。見事なパスカットです。相手ボールになりました。タッチライン際を上がれそうです。さあどうする。ルーズボールになっています。前半終了です。スコアは1対0、リードは1点です。前半はこの選手の活躍が目立ちました。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。後半は名古屋グランパスのキックオフで始まります。このパスは読んでいました。サイドへ展開します。小林、いいカットです。ボールを奪いました。小林雄三、ボールがこぼれました。これは見事に奪いました。いいボールを送りたい。金崎ムー、ゴール。ここで同点に追いつきました。これで振り出しに戻りましたから、さらに試合は白熱するでしょう。非常に見応えのある試合ですね。よく合わせましたね。素晴らしいボレーです。違うアングルから見てみましょう。
監督が選手に落ち着くように言っていますね。同点に追いつかれたことで何か変えてくるかもしれません。ガブリエル・シャビエル、ジョアン・シミッチ、中谷慎之介、相手に渡したかのようなパス、これはいけません。試合前にニュースがありましたが、マンチェスター・シティが選手を獲得しました。はい、興奮しますね。新しいクラブでのデビュー戦が楽しみです。何をしてくるのか。いい攻めを見せていましたが、ここで断ち切られました。ここはカウンターアタックを狙うか。ジョアン・シミッチ、ボールは相手に渡りました。パスをカット、いい読みでした。イサック・クエンカ、いい位置です。クリーンなタックル、ボールを奪いました。米本拓司、これはカウンターのチャンスです。ここから狙うのか。うまくカウンターを仕掛けましたが止められてしまいました。金崎ムー、何かしてきそうですが、これはお粗末なディフェンスです。イエローかもしれません。名古屋グランパスにイエローカードです。ちょっと軽率なプレーでしたね。注意が必要です。交代選手がピッチの脇に待機しています。直接ゴールを狙うにはちょっと距離がありますね。くると思いましたが、ここは直接狙いました。相手の意表を突くシュートだったかもしれませんが、点にはなりませんでした。高橋由樹、味方につなぐこともできます。キックオフ時に悪かった天候もやや回復してきた模様です。今は小雨へと変わっています。ピッチは荒れていますから、丁寧なプレーを心がけたいですね。ファーポストに入れた。決まれば勝ち越しでしたが、ここはチャンスを逃しました。シュートが枠に入りませんでしたね。実にいいクロスでした。バーの上ですか。惜しいですね。選手の交代があるようです。米本拓司、このパスはまっすぐ相手に渡ります。赤崎周平、膠着状態ですが、ここで集中を切らすと一気に動くかもしれません。試合は終盤ですが、里
ポーターからの大きな声援を受けてチームは勝ち越し点を挙げられるでしょうか。相手に当たってコーナーキックになりました。監督の指示を受けてピッチに交代選手が投入されます。ボールはゴール前、コーナーは相手に渡りました。クリアしきれません。クリアですがここは味方につながりません。ここはランゲラクが見事に止めました。いいカットです。ボールを奪いました。これが最後の攻撃になるか。クエンカ、マイナ、同点で迎えたゲームの終了間際、値千金の勝ち越しゴール。支配率では圧倒していましたからね。うまく活かしました。激戦を決める得点ではないでしょうか。ガラ空きのゴールでボールを流し込んでいます。絶好のチャンスでしたね。こういうシュートは外しようがないでしょう。この時間のゴールですから、これで試合は決まりじゃないでしょうか。そうですね、この時間だと厳しいと思いますよ。長谷川アリアジャスール、レフリーのホイッスルが鳴ってここでタイムアップ。試合が終了しました。シーズン初戦でしたがつまずいてしまいましたね、福西さん。そうですね、でもまだ初戦です。取り返す機会はありますよ。この選手ですが今日は素晴らしいパフォーマンスでチームに貢献していました。今日のヒーローでしょう。あの時間に勝ち越しゴール、最高の終わり方でした。